みさんのじゃキヨキヨです。はい、ということで2018年明けましておめでとうございます。いや2018年もですねよろしくお願いいたします。2018年もほんとたくさんのことにね挑戦していきたいなと思います。ちょっとやっぱり新しいことするとネタ切れたよとか、うわ何新しいことしてんのお前みたいな感じでコメントちょっと荒れちゃったりするかもしれないですけど、もうそれ気にせず、もうそれをエネルギーに変えてどん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 新しいことに挑戦していこうかなというふうに思います。はい、ということで2018年も頑張っていきたいと思います。で、皆様2018年宝箱いちゃいますよ。はい、はい、ということでこちらでございます。私ですね、キューキュートタワーの飾りこのアカウントなんですけれども、今銀の宝箱、魔法の宝箱とクラン宝箱、そしてこちらクエストウルトラレア宝箱溜まってます。ありがとうございます。いや、こんだけ溜まってるんで一気に引いたのかというところでウルトラレア宝箱をずっとね保存しておきました。で、これだけじゃ足りん、これだけじゃ飽きまへんで、飽きまへん、あー使い方間違ってたごめんなさい。で、こちらでございます。もうね引いちゃおうよ。もう2018もう皆さんやってる、もうクラロワ YouTuber とかもみんなやってる、モンストとかのね YouTuber の方も多分やってると思うんですけども、もう宝箱引きます。3つ引きます。3つ、ライトニング、フォーチュン、そしてウルトラレアキング宝箱、全部1個ずつ引いて2018年たくさん盛り上げていこうかなと思います。それでは最初、じゃあこちら銀の宝箱かな。それではボン、まあちょっとね最初はザコイのから引いていく。あー、これから銀の宝箱がウルトラレアでたら一気に神回になってたのにね。ボン。さあさあ、まあそんなね、そんなことは起きないと。じゃあ次、魔王の宝箱行きたいと思います。ボン。さあ、魔法からウルトラ出たらみんな興奮するでしょ。ポン。さあ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 、ゴブリン先生、ガーゴール先生、ヤリゴブ先生、さあオバリンコ。嬉しい、僕最近ねラバデッキちょっこちょっこ練習してんすよ。ちょっこだけどね、ちょっこちょっこさん、ちょっこだけどね、ちょっこ、うーん、なるほどね。ポン。うわーはーい、出ろよー。もう出ただけでさ、この動画さあー、この動画はいい動画だった、神回だったって言ってもらえんのに。ポン。さあ、おー、ファルチェ美味しいよ。ファルチェで僕結構ね持ってないんですよ。持ってないっていうか、もうレベル7、レベル8にしたかったんですよ。まあでもいよいよき宝箱でございました。さあ続きまして、クラン宝箱、こちらねなんかねウルトラレアが出る確率がなんか2割から3割らしいんですよ。結構出やすいらしいんで引きたいと思います。これ僕ねクラン宝箱でウルトラレア出たことあんまない、ほんとあんまないんですよね。ポン。あ、ポン。ちょっとだって2018年ちょっとポンが最初反応しないね、指がね。さあゴールドから来て、ポン。さあさあさあ、ナイトが来て、さあ、ゆうゆうガーゴールが来て、さあさあ、ファイスピー、ファイスピー、さあさあ、おー、ゴブリンハット、ゴブがね、ポン。さあ30、さあこれはクラメンが喜ぶ、ポチザーハーハー、はいはいはい、ちょっと、おー、スケルトンバレー嬉しい、これ嬉しいね。こう最近ね僕ね新ザップ枯渇デッキにハマってんですよ。スケルトンバレルを刺すっていうねデッキすげえハマってるんでね、ちょっとこれから頑張っていきたいと思います。それでは最後、ウルトラレア出ないけども、スーパーレア、ファルチェ、バッザッキョスケか。なんかドズルさんの動画でキョスケすげえ強いみたいな感じでおっしゃってましたんでね、ちょっとこれまたデッキ開拓していきたいと思います。さあこちらのカードの数々でございました。さあ皆様おそらくはここウルトラレア宝箱を見たいんじゃないでしょうか。これ僕ウルトラレア宝箱でウルトラレア確実に出るんで欲しいカードがもうダークネコ、最近ねもうごめんなさい、キョスパ変わりましたみたいな動画をね何本も出してるんですけど、今はもう代わりに変わってます。もう環境を読むっていうことを今すごい努力してまして、今ガゴムレとダクネっていう結構重めのデッキになっちゃってるんですよ。 4.4 でちょっと重いんですけれども、これで今やってます。ちょっとまたどん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 キヨスパね変わってくんで、本当にもう次出すときは最終段階の時に動画出させていただきたいと思います。もうこれでこのシーズンはこれでいくぞっていう時にね、また新キヨスパデッキ皆さんに紹介させていただきたいと思います。僕もね今試行錯誤の段階だと思いますんで少々お待ちください。ということで、ダクネが欲しいのと、インドラですかね。インドラが結構最近流行ってるんですよ。なので、インドラが欲しいでしょ。あと、アイスウィズもね、まあ、ちょくちょく当てていきたいかなと思うんで、一番の狙いはダークレクロ。その次は、インドラでいきたいと思います。それでは、いきたいと思います。これ400ポイント貯めるの結構大変でしたからね。ポン。さあさあ、さあ、来い、さあ、来い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 、ダークレイ。ブラック。あと1枚でレベル4。嬉しい。いや、よかったね。あ、よかったわ。なんか、ラバか。ラバか。ラバか。
なんかさ、ラバってすごいなんか微妙っちゃ微妙ですよね。いや、ちょ、ラバハウンドファンの皆さんがいる前でね、ちょこういうこと言うのもあれですけれども、ちょっとね、ラバハウンドね、微妙いや、まあまあまあ、あと1枚でレベル4なんで、マルチでも使えるんじゃないかと思います。はい、ということで、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ラバハウンド、うわしかも次、金の宝箱かよ。金かよ。ちょ、おお、デイリーギフト、ありがとうございます。デイリーギフト。さあ、これから出るかもしれない。これ、出ない。出ない。はい、ということで、こちら今、たまりにたまった宝箱を引いていたんですけれども、こちら、ロイヤル宝箱、全3種購入しちゃいたいと思います。もうお年玉よ。もう気分はお年玉。皆さん、お年玉ゲットしましたか？ゲットって言っちゃいけない。お年玉いただきましたか？はい、ということで、私も、ロイヤル宝箱でお年玉をたくさんもらった気分になります。それではライトニング宝箱ザーさあ、このライトニング、照明消えたんだけど、ちょ、どういうこと、ちょ、どういうこと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 、ちょっと、ちょ、待ってよ、よいしょ、てか、プリクラ剥がれちゃったんですよ、なんか、まあいいか、よいしょ、おー、ついたそれでは改めまして、ライトニング宝箱を引きたいと思います。ポン！さあ、この滑らかさ、この宝箱の滑らかさがやばい。さあ、ライトニング、さあ、ここは普通に出るんですよ。普通、おお、20ね。さあ、今回は、おそらくです。ていうか、枚数多いな。いつもはね、いつもってか、なんか前回は、確かね、出たカードが4枚ぐらい出たんですよ。なので、今回多分3枚しか出てないんで、まあ、枚数が多いんでしょうね。僕ノーマル結構乾燥してきてるんで、でさらにレアもホバリング砲とザッピーってレアでしたっけ、そのぐらいなんで、ハンターとかファルチェとかそういうスーパーレアカード狙いでいきたいと思います。ポン、スーパーレアを変えていく。うわ、ポイズンか、違う、ポイズン、お前やないねん、でんがない。ポン、ガイアムーとムーとも違うんだよな、ファルチェかハンターなんだよな。あと3回ポン、うおー、ありがとう、これはありがたいね、あざっす。いや、これライトニング宝箱マジ嬉しいね。欲しいカードがまあ手に入れることできると思うんですよ。5回もね変えられるんで。それではフォーチュン宝箱いきたいと思います。ポン、さあ、フォーチュン、ディガーだ、ディガー嬉しい、僕ディガー欲しいんですよ、ディガー本当に欲しい。それではフォーチュン、さあ、会いたかったイエス。ポン、さあ、スワーズ、これはスーパーレア、吐くでしょ、咳が出ちゃうんですよね。それではポン、さあ、これは、あ、フォーチュンじゃないよ、フォーチュンじゃない、迫撃よ、ディガー来ないわ。でも美味しい、これ縦線今強いですからね。うわー、ちょっと結構開けない感じでしたけどね。それでは最後、ウルトラレアキング宝箱で2018年おみくじを締めたいと思います。ウルトラレアキング宝箱ザザ、さあ開けました、さあ、どうなる、さあ、僕欲しいのディガー、でもさっきディガー言うの忘れたんで、ディガーダクネインドラ、まあもう、おお、これザッピーでしょ、これザッピー、バン、うわー、おお、ホバリング砲一択だよ、やべ、ホバリング砲マジで嬉しい、ちょっと影でめっちゃ嬉しい、オケマル、請求オケマル、ドン、あー、これはね、お互いね、どっちともそっぽ向いてるっていうね、どっちと仲悪いこの2人、ちょっとアーチャーに行こう、パン、おお、スケルトンバレルはこれガチ嬉しい、新カードマジ嬉しい、ありがとう、いい薬です、いやー嬉しいね、おっとどっちともエリクサーがたまる、エリクサーでゴールドもらう、エリポンでたくさんゴールドをもらっちゃうぜベイビー、ボン、じゃあ大が当たれて、当たり前だよ、ウルトラレアのこのピカピカピカの当たり前に出ますからね、王じゃないわ、びっくりしちゃう、ハンターいるやん、ハンターこれ目あんの、これ目ある、これ目、眉毛で隠れてますけど、これハンターちゃん、ありがとう、ハンターちゃんレベル4、センキュー、最後ディガーダクネイントラ、ボン、さあ、カメラやべ、カメラちょっと待って、嘘でしょ、よかった、いやー、これちょっと微妙ですね、これ、あ、ちょっと大丈夫、これ大丈夫、カメラ、あ、ごめんなさいね、
いやーこれなんメガ、あー違う、言うのもね強いんですよね。でもメガナイトできます。ありがとう、メガパパ。ハルパパさん喜ぶよこれ。ハルパパさん喜ぶ。さあさあ、こちらの面々でございました。さあということで、2018年一発目引きましたけれども、まあメガナイトだったりとか、僕ね今ハマってるデッキがね、こういうデッキハマってるんですよ。こういういやらしいデッキ、マジこれ結構チクチク強いんで、ぜひとも皆さんこちらの方、動画とかで使っていきたいなと思います。はい、ということで2018年もよろしくお願いします。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますと、生放送だったりとかね、最新の動画の通知決定見やすくなるかと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そしてこちらおすすめ動画2個、宝箱復刻の動画2個ありますんで、まだ見てない方はぜひとも見てみてください。ということで、ご清聴ご視聴ありがとうございました。